学書院が提供する新しいウェブサービス、メディカル e シェルフ。医学・看護の電子ジャーナル、メディカルファインダー。約9万にも及ぶ項目を集載した診療総合データベース、今日の診療、治療薬マニュアルウェブ、ネットディクショナリー。メディカル e シェルフはこれらのサービスをスマートフォンやタブレット端末、Windows、MacOS のパソコンでご利用いただけるサービスです。メディカル e シェルフをご利用いただく場合、書店にてお申し込みいただく必要がございます。お申し込みいただくと、USB 認証キーおよびログイン ID、パスワードが発行されます。スマートフォンやタブレット端末でお使いになる場合、専用のアプリケーションをダウンロードしてください。App Store または Google Play にアクセスし、検索画面でメディカル e シェルフと入力します。ダウンロードが完了したら、アプリケーションを立ち上げ、入力画面でご購入時に発行した ID とパスワードを入力します。ここで一例として、電子ジャーナルの画面をご紹介します。検索する語句を入力し、検索ボタンをタップします。検索結果一覧から閲覧する論文を選び、タップします。アブストラクトが表示されます。本文 PDF ファイルを表示するには、全文を閲覧ボタンをタップします。論文全文が閲覧できます。PDF 形式ですので、拡大・縮小が自在にできます。全文検索が可能ですので、お探しの論文がすぐ見つかります。また、最新号はもちろん、2003年以降のバックナンバーも閲覧できます。また、iPad などのタブレット端末でもお使いいただけます。もちろん、Windows、Mac などのパソコンでもお使いいただけます。パソコンでご利用の場合、専用の USB 認証キーをお使いください。このように充実したウェブコンテンツをさまざまなデバイスで閲覧できるサービス、それがメディカル e シェルフです。詳しくはお近くの書店員にお尋ねください。